何何これ、おお、何何だー、うわああ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 あった、世にも奇妙な間違い探し。はーい、こんにちは、たかしです。それじゃあ本日はこちらのゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームはある異変が起こるホテルで、まあ、異変を見つけて脱出を目指すっていう、あの、八番出口っぽいゲームなのかな？まあでも八番出口ライクまではいかないのかわかんないけども、とりあえずやっていきたいと思います。販売ページ見てもね、ちょっとね、まだわかんなかったんで、とりあえずプレイしてみますね。うん、うん、うん。はい。超常現象が起こる団体を調査、ん？超常現象を調査する団体。なんちゃらかんちゃらかんちゃら、通称ピック。はいはいはい。デスペルホテル1028号室。このホテルでは、泊まった宿泊客が姿を消すという噂がネット上で広まっていると。はいはいはい。まるで人がその場から一瞬から消え去ったような現場だったらしい。だが、この現象にはトリガーが存在している。はい、失踪した日常を調べていくと、ある規則性があることが分かった。ナイトウェンニーが行われていることと、バッハの名曲、G 戦場のアリアが演奏されていた。はいはいはい。まあ、そこで2名の調査員を送ったら、驚くべきものが捉えていたそうで、眠りについた調査員が一瞬にして消えたと。うん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 。起きて作業をしていた調査員には何の変化もなかったと。はい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 。様々な方面で調べていくと、調査員が消えた時と同条件の時のみ、時局が来る。まあ、異変が起こるということよね。うん。で、一週間後、調査員が帰ってきた。そこはホテルのようでホテルではない別のどっかあったと。死んだと思ったら、1028号室で目覚めるんだ。最初はどうすればいいかわかんなかったが、ある法則性に気づいた。それは最初の階から変化した特定のものを数をエレベーターに入力すると下の階へ進むということだ。はいはいはい。だから正しい、まあ、三つおかしいの場所があったら3って入れるってことか。はいはいはい。で、一階にたどり着くと、目が覚めた。この事件から10年目になる。オカルト好きな私にとって、この事件は大好きなものだったと。うん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 。で、今やそのデスペルホテル1028号室は、アトラクションとなってるみたいだね。そのピックっていう団体と、そのホテル側が、まあ、系列を組んで、今、アトラクションとして提供してるってことは今、それを。うん、うん、うん。大人気のアトラクションだったみたい。だから、まあ、ある程度安全性はあるということだね。世にも奇妙な間違い探し、やっていきましょう。はい、はい、はい。あの、話聞くとね、ちょっと8番出口っぽいね、やっぱり。これは？これはもう今始まってるってことかな？すでに。はい。ちょっとすいません。花粉症がひどいもんで。はいはいはい。あ、でもあれか。最初の回かって言ってたから、これは今覚えるターンってことか？これ開けると？あー、なるほど。ホテルの部屋。これ1028号室ってことか。ちょっと他のあっち側も見ていこうか。でも、別にあれだね。ここは別に突飛なもんはないと。うん、うん、うん。まあ、扉と、まあ、両側にライトがあると。で、他の場所はもちろん開かない。で、あの赤い扉が1028号室なんだろうな。うん。名前聞くと、10階ってことかな？ 10 階の28号室ってことかな？これは。まあ、とりあえず閉めましょうか。閉じまい大切。で、ニューヨーク、東京、ベルリン、ロンドン、パリス。はいはいはい。こういう置物がありまして、ここら辺とかも覚えとかないとダメなんかな？鏡もありますね。あー、で、絵がある。なんだっけ、青いターバンの女だっけ、これ。まあ、それと、モナリザと、牛乳を注ぐ女ね。これ、NHK のみんなの歌ありましたよね。で、こっちも開くんだ。はいはいはい。まあ、これはあれだね。うん。ユニットバスだね、普通に。まあ、ユニットバスで、はしごがある？はしごじゃないか、でもこれは。まあでも、あ、あれか、普通にタオルかけるやつかな？まあ、そういうのがありますと。はい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 。なんかあるね。
一度28号室へようこそ。早速でありますがご案内をさせていただきます。この部屋が特有な部屋であることはすでにご存知だと思います。はい、贈り物を用意しました。準備が整いましたら、ベッドへごゆりとおつく、支配人、ペロペロザッキローにより、ペロペロザッキローに。なんか支配の名前すごかったね、本当に。あ、これ動けないけど、これ開けるしかないんかな？あれ？待って、ちょっと動けなかった。待って、ちょっと動けない。動けない、これ。やばい！動けなかった。なんだ、これは。これ拾います。あ、バグやったんだ。ここ、多分近づきすぎるとダメなんかな。それか長くいすぎるととか。まあ、それでは、早速寝てみましょうか。ちょっと、部屋の内装とかあんまりよく見えてないですけども。まあ、とりあえず寝ちゃうか。はーい！寝ちゃいましょう。グーグー。はいはい。ZZZ と。この音楽いいね。これがあれかな？ G 戦場のアリア？だっかな？ん？だと思うんだよ、これが。はいはい。ああ、目覚めた。で、この起きた時に、何か変わってるみたいだね。何個か異変が起こってるみたい。はい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 。まあ、それでは、これなんだろう？こんなんあったっけ？ああ、なんだよ？この空間実に面白い。まるで様々な世界が混ざり合っているようだ。うんうん。ルールが100個あったとして、我々が制御できるのはせいぜい2、3個程度だ。なんか大きな技術的ブレイクスルーが来ない限り進展はないだろう。そういえば最近、上層部が慌ただしいようだったが何かあったんだろうか。まあ、このような下っ端には関係ないだろうと。なんだこれ？なんか、ミッキーの手みたいなやつがあるね。はい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 。下っ端には関係ない。なんだろうね、この日誌は。あ、変わってる！モナリザがめっちゃ笑顔になってる、これ。こうやって、この指は関係しない？ここ変わってるね、ここ、ここ。ここは変わってる。これ分かりやすくするためのやつなんかな？それか。はいはいはい。で、こんなソファあったっけな？こんななかった気がするんだけど。はい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 。うわー、でもこれ難しそうだね。何個変わってんだろうな。うわー、全然これ見てなかったわ、この置物とかは。うん。ちょっと外で見てみる。うわ、暗！なにこれ、暗！これ自体がもう異変じゃん。こんな暗いの。待って、ああああああ！なに？なにこれ？なんかいたよな、今。え？びっくりした！なんだったの、今のは。これなんだろう。左クイット。あ、ん？ああ、そういうことか。俺めっちゃカウントアップしてない、これ。もしかして。10階のものを覚える。下の階行き、10階と違うものを数える。エレベーター間違いの数を入力すると。はい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 。俺、すんごいカウントアップしちゃってる気がするんだけど、これのせいで。俺今何個数えた？それ表示できるようにしてくんないと。俺が何個数えたか。ちょ、もう、一回クローズしてみる？とりあえずな、やっとかないとね、いろんなことやんないとルールわかんないし。うん。今俺が何個数えたか教えてくれよ。闇の中だよ、俺今。それが。ああ !10 回来た！じゃあ、まだルールはね。よかったよかった。まだ始まってなかったんだ。覚えよう。ああ、なるほどね。おー！すごいアトクションじゃないですか。あ、じゃあこれでなんか変わってる、あんだ。ランプはこの形で、ドアはこの色ですよ。で、あん？で、絵も絵柄を、この絵が変わってるかどうかとか？で、コインの柄とかも。うん。とりあえず始めていきましょうか。左右は一丁目。あ！来た！これ、一個目ね。あ！表示してる！よかったー！これこれこれ！表示されなかったらどうしようと思ったよ。でも、で、この絵とかは変わんないでしょ？で、コインの柄。コインの柄、あれ違くない？ん？
これよな。このコインだけかな変わってんのは。それかこのコインだけっていう認識大丈夫。でもコインは変わってるイメージないな。で絵なんですけども、モナリザの絵がないんですよ。ミスった。あ、あったあったあった、モナリザ。でもモナリザの絵は変化ないですな。絵柄変化なし。コインも柄変化なかったよな。ランプは形状か。だから光とかは関係ないと。大丈夫そうだな。ちょっと行ってみよう。10階。はいはいはい。大丈夫かなこれ。クローズ。これで多分間違ってたら、10階のままなんかな。うん。はいはい、どうなんでしょうか。これは、大丈夫か。あ、9階だ。合ってたってことか、それじゃあ。なるほど、なるほど。あーで、固定なんだ、変わってるものは。なるほど、覚えてねあ、とりあえず色、色だよな。色。で、柄。柄も変わってるイメージないけどな。ちょっと一回これで行ってみる？どうなんだろうね。あれ？なんだこれは。急に回数が、増えてる。15回押してみる？じゃあ。はいはいはい。あ、そういうことか。そういうことか。そういうことか。なるほど、なるほど、なるほど。俺、ごめんごめん。めっちゃルール見捨てた。10階は異変がない場所だ。そうだ、そうだ、そうだ。10階は異変がなくて、あー、取っちゃった。なるほどね、そういうことね。ここのものをまず覚えるんだね。うん。ここのものをまず覚えて、他の階との、あ、ね、なるほど、なるほど、そういうことか。これ、8番出口ゲームですね。うん。まず、ここのものを覚える。うん。そうだ、ドアの色とかもそうだ。なんか赤色のドア増えたね、そういや。で、最後、あの回数増えてった、なったじゃん。あそこは間違いの数を入れるんだね。なるほどなー。めちゃくちゃルール見捨てたわ。10回はそうだね。うん。なるほど、なるほど。で、絵もあれか、絵柄が違うやつもあるってか。じゃ、結構難しいんじゃないの？これ。コインってこれでしょ？これも全部覚えなくちゃいけない。で、まあ、ドアの色も全部覚えなきゃいけないってことか、これ。赤色とか白。赤、白、緑、黒とか覚えなきゃいけないってことか。ピンク、青、赤、黄色っていうの。で、絵もそうだよな。なんか異変があったら、この指摘しないといけないっていうことか。ちょっと一回やってみようか。もう一回。ああ、はい、はい。10階はまあ異変ないってことよね。よしよし。10階はそのまま閉めてよしで、こっからだ。こっから異変があるんだね。なるほど。で、これはメモってことか。このカウントは。で、色なんですけども、覚えてないなぁ。さすがに。なんかどっか増えてなかった？今回ドアは大丈夫なんじゃない？これ。赤色2つで、うん。じゃあこれもしかしてランダムか？ランダムっぽいな。赤色2つだよね。赤色2つで、黄色。こんな感じだったはず、並びは。だから多分、ドアの異変は大丈夫で、絵の異変。絵の異変も多分さ、さすがに分かりやすいと思うんだよね。順番が違うとかはない気がする。こんな絵もあったよな。で、形状。ランプの形状も、大丈夫そう。で、コインもこんな感じだったはず。今回、あの、異変ないとかあるんかな？このゲーム。異変の数を入力するっていうゲームで。指紋なんてあったか？間違い1個くらいな気がするんだけど。待って、明かりは？明かりは2個くらいだった気がするんだ、どっちも。うん。いやー、これ細かいのがありそうで怖いね。はい、これで異変の数を入力してから、こういうことね。なるほど、なるほど。どうだ？これ結構難しいゲームじゃないじゃん。15、1、1、1！
ー、違かったんだ。もし、異変なかったんか？うわー、これどうなんだ、どういけ、まず、赤は違うでしょ、絶対。で、水色こうやった気がする。で、黄色もこう。ここは青じゃなかった気がするんだよな。どっちか違うんだよ。あー、まあ、こっちが。あ、2個でしょ、これは。で、こんなドクロのやつはなかった。え、もう、ちょっともうちょっとこれ、ん？これ違くない？はいはいはい。で、この絵は？この絵あったっけ、こんなん。こっち側わかんねえな。はいはいはい。この絵、これむーずいって。まあ、とりあえず5個は確定であるでしょ。うん。5で。すんごい笑ってる、この牛乳すごいやつ。こんぐらいじゃないか？ 6 じゃないかな。どうだろう。これむずいな。一回進むのも、一苦労だぞ。めっちゃメモしたいもん。よーし、来たー！ 6 だったー。はいはい、やっぱ違う。うん、暗っ。え？やめてよ、無理だよ、無理。え？え？これ進めって言うの？え？え？え？ 8 階だでも。まず、おお、おお、おお、なんで？なんだー？あはははは、何これ、バイオのあれじゃん。まず、これ一つ異変だろ。え？え？え？なに、急に何が始まってんの？あ、とりあえずドアが違う。これ当たったらどうなる？いたー！え？ゲームオーバーとかあんのこれ。え？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 当たっちゃダメだった、やっぱり。見ていい？これ。なんか、え、あー、これは同じかでも。ゲームオーバーかい。なんだそれ。おーし。はいはい、とりあえずまた8階来ました。あ、8階はもうこういうステージなんだ。え？あ、え？違う。え？何？なんだ？え？電車の音が聞こえる。お？なんだ？あー、え？わーこれ、異変って数えていいですか？異変じゃないんかな、でも。これって。異変ではないか？あ、笑ってる。すんごいいい笑顔。異変っつうのは、このホテルだと、絵の絵柄と、扉の色、ランプの形状、コインの柄なんだよ。ってことはさ、この空間の異変は異変って数えてないんだよね、多分。あれ？そう、窓足が多いな。まず扉の色が違うだろ？ピンクで、青もここだったはず。暗いから分かりづらいな、ちょっと。絵もこんな感じだった気がする、この絵は。で、コインの柄が、コインの柄はこうだったよな？うん。あそこにちょっと見えるな。で、ここの絵は、こんな感じだった気がする。で、色もこうだったな。笑ってるね！いいスマイル。で、あいあいあい。この絵は同じ。ランプの形状見たかったわ。おー、大丈夫だと思うな。ここは大丈夫。で、最後ちょっとランプの形状見に行こう。ランプの形状に異変は起こってない感じすんな。ね、なんかパッと見、そう。なんか特別、なんか違うなっていう感じはしないから大丈夫なんじゃないか？異変3つ？とりあえず進んでみましょうか。面白いこのゲーム。バイオのあの罠あったりさ、電車が走ったり。なんなんだこのゲームは。はい、はい、あ、これいった！これいった！
あともう一つあったんか。あ、でも8、住んでる。住んでるの間違っても。それか。あ、そっか、お。あ、戻らないってことか、10階に。それいいな。それありがてえな。惜しかったら戻らないんか、それか。そういうことか？てか、8階なのにね、電気暗くないな。俺、たまたまさ、その異変に連続できたわけ？その、電車消え、てか、ライトが消えてっていう異変に連続で出かしただけ？どうなんだろうな。でも、ライトの形状は OK でしょ？はいはい。なんか、なんとなくこんなしかちっちゃいイメージすんだけど、こんな感じだったっけ？まあでも、こんなもんか。で、コインの形は同じと。はいはいはい。大丈夫そうですね。あ、違う！こんなに分かりやすく変わるんだ。はいはい、あ、ん？ちょっと幼いな。なんか幼いね。幼いになってる、あの、あ、うわあ！あ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 あ！危ねえ！え？え？なんでよ！え？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 おおおおお！逆再生、逆再生！すごっ！これもう一回言ったらなんないよな。大丈夫そうだね。びっくりしたー！吹き飛ぶって衝撃が。もうこん、どうでもいい、どうでもいい、こっち。いやー、難しい。あ、でも合ってたわ。あ、違うな、電気消えたやつだ。これ何なんだろうな。また電気つく？電気つかないな。怖いな、それはそれで。襲われたりしない？急に。まず、絵が違うだろ？で、大丈夫。うん。なんか、その、流れてる音楽がさ、微妙に逆再生っぽいのが気持ち悪いんだよな。なんか、尻すぼみの、スッて音ね。これはちょっと嫌だな。恐怖を煽る。うん。で、色は大丈夫。扉の色。扉の色も違うね。大丈夫かな、これ。すべえ！あ、でもこれあれだ。暗いだけだ。珍しい。何も起こなかったね。あれびっくりしたな。鬼が攻めてきたもんだ。5個ぐらいだよな、多分。あー、6個か、これ。7個か。あ、違ったな。これ上戻されちゃうかな。同じ場所。あー、でも変わんないんだね。うん。はいはいはい。うわぁ、やだよ、俺もう、これ、安心できねえよ、これもう。あ、そうだ、これ、黄色だったわ。これ、手前違ったね。奥も違った気がする。奥は青だったか。黒が違う。はいはい。これも違うだろ？まあでも、異変、その、起こる異変が、何か指定されてんのは優しいね。これ3つぐらいじゃんか？猶予あるんかな、これ。とりあえず3にしとこうか。クローズ。はい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 。これはどうだ？あ、いけそう！あー、4か！これ2回間違えたらどうなる？あ、2回間違っても大丈夫だ。なんか薄暗いな。大丈夫か？なんか明るい時の暗い。なに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  なんだ？なになに、わー！あ、びっくりした。血の、あー、血のスプリンクラーか。わー！なにこれ？わあ！危なかったんかな、俺もしかして。せき止められてる。こんな異変あんだね。こっちにも水溜まってきてる。ん、大丈夫か？これ時間制限あるんじゃないか？これもしかして。やばくない？俺。これ死んだら終わりだもんな。ちょっと、急ごう！大丈夫。これ異変ある。待て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 。ちょっともうちょっと早く。形、形状大丈夫。やめてやめてやめて。
はい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 、大丈夫か大丈夫か、1個な気がする。あぶねえ、溺れたらこれ多分終わりだもんな。池1個じゃないかこれ、もしかして。あ、赤色が2つ違うね、色3つ。オッケー、絵がそんな異変なかった気がするな今回は。これでいいでしょう。3 そう、もう異変探すところじゃないのよ。うん、間違えたし。そう、異変探すところじゃないんだよ本当に。わあ、暗い。え、なにこれ、ん、あ、なんかあれ、草木が生い茂ってんな。でもこれ異変じゃないんだもんな。夏の夜なんだ、え、なに、こわ、え、まず絵が、え、絵の柄だもんな。でも絵の位置が関係ないもんな。なんだこれ、色は、これ手前が黄色で、はや、赤。怖いなぁ、なんだ、あ、木かこれは。色が違う。形状は、ランプの形状全然見れない。そうよな、だって関係ないもんな柄は。絵の柄なんか違う。これ、これ1で判断していい ?1。あ、びっくりした。怖っ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 。何これ?何が起きてる?あ、コインあった。本当、その、異変探すとこじゃないんだよ。異変が起きてるから。環境変わってるのよ、まず。赤色大丈夫。はいはいはい。そう、異変があってもさ、絵の柄を探そうと思っても、絵が見つけられないんだよ、まず。2か2でいいか、それどころじゃないって。どうだ、あーでも3だなこれ多分。うん、3か、なんか追加しときゃよかったわ。まあでも回数変わんないのはありがたいわ。わー、だから異変を探すとこじゃないんだって。あ、これあれか、額縁か。これまず1個違う。急にだもんな、これ。浮いてる。パーツごとに見なきゃいけないじゃん、これ。なんか2個違うな、多分これ2個。はいはい。こんなのなかったよね、これは。このコインはなかった。みんなでも俺に見られようとしてんだよ、でも。ありがたいことに。はいはい。この絵は?この絵なかったもんな。このコインなかったから7かな。お前らも動くなって。あ、持ってくれた。こっからちょっと見よう。大丈夫か、はい、大丈夫。おーい、お前通せんもしてんな。通せお前人を。これでも面白いね。環境がめっちゃ変わる。7かな。まあでも最悪15分の1ぐらいだもんな。8だこれ。9か。8か。1個、もう1個あったんか。また暗いよ。暗いのは怖えんだよ。何が起こんだよ、お前。これ。うわあ。これ来たー。待って、でもこれは触れない限り大丈夫だから。オッケーオッケー。あ、ニコニコ笑顔ね。はっ、危ねえ。アクション要素を要求してくんだよな。待って待って。大丈夫か大丈夫か、はい、今、うわ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 、これは大丈夫大丈夫大丈夫、これ横のやつが怖いんだけど、これ来ない、もしかして。いけー、あ、大丈夫だった、よかったー。で、猫の、あ、なに、わあわあ、おおおい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 、お前それもあんのかよ。それもあんのかよ。おい、バイオすぎるぞ、バイオ。おいおい、近づいてきてるか、大丈夫か、バイオすぎるって、あまりにも。これ面白いぞ。みんなおすすめだな、ほんとにこれ。で、ランタン大丈夫でしょ?ランプ大丈夫で。おい、これどうやって通るんだよ!おい!おい、銃になるんだよ、これ、死んだら!死んだら元に戻っちゃうんだよ!いつ通んだよ、これ!
これ上行ったタイミングだ、でも。今だー、あぶねー、これやば、異変探す方向じゃないって。だから何回寄せんだよ。これはあ、でも、あ、大丈夫そう。これ3だ。はい。あー、ん、なんか近づいてきてんな。なんか来てるな。ちょ、ま、なんか来てるな。なんだこれ。なんだこいつらは。ミツバチが来るんだな。大丈夫かこれでも。帰ってこねえかあいつら。まず1個違うでしょ。めっちゃ来るじゃない。おい、俺に異変を探させろ。これ触ったらアウトある絶対。こんなの。大丈夫か？なんか、遅れてくるな。異変が探す。異変見つけらんないんだって、これあると。どっか出てる？さて、お前ら大丈夫なんか？おぶな！ここ。大丈夫か？お前ら大丈夫なんか？お前ら大丈夫なんかって。絵は？絵は大丈夫ね。ん？なんかちょっと違う。お前そんな青色じゃなかったろ。はい。大丈夫そうだ、もう。でも4つにしようか、念のため異変。怖いから。多分何個か見つけらんないでしょ、俺こんな。環境変わることにさ、異変が探せらんなくなってんだよ。大丈夫か？あ、これ4だね。よし、来た！やっぱりな、もう一つあると思ったんだよ。やっと済んだね、6になったって。なんだこれは。え、なにこれ。え、水の上でも。あ、でも、え、ちょっとこういうの恐怖症なんですけども。俺水怖いんだよ、こういう。なんか何かが通ってる音がするんだよ、巨大生物が。大丈夫かな。大丈夫そう。異変はなさそうだね、もう。こっち側。うん。ここに異変は起きてない。コインは？コインも大丈夫そう。あ、でも、あの時何も起きないな。うん。じゃあ安心か。あ、1個違うね。2個違うな。それだけじゃないかな、でも。言ったっても。これだけじゃない？2だけじゃない？これ何なんだ、本当に。うわぁ。こういう場所ね、水族館だったら楽しいけどさ。こういうホラーゲーム系のやつだとめっちゃ怖いな。ちょっと自分を信じて2にしてみよう。あんま異変なかったイメージあんだよな。うん。はい。あ、これ、来た！ 2 だ。はーい。よかった、自分信じて。誤解ですね。次は何が起こる？もう環境変わることは絶対分かってんだからな、お前。絶対環境変わるってことは分かってんだから。俺もう信用しねえかんな。このホテル。はい。あ、一個違うね、まず。まず一個違う。絵柄は？はい、オッケー。大丈夫そう。で、ランタンも大丈夫かな？絵も大丈夫だよな。こんな感じだったよね。うん。はい。ここら辺わかんないよく。はい。でも大丈夫そうだな。でも、うん。それだけじゃないか？ランタンは同じだもんな、全部。あ、ちょっと押さない。3じゃないこれ。珍しく何も異変起こなかったな。ん？気のせいか。なんか起こった気がしたけど。3じゃないかこれは。これ自分信じていい気がする。俺を信じていきましょう。はい。どうだ？あ、これ4だ！ほらー、最後の余韻で分かっちゃうんだよ。もう。でも戻んないからいいよね。これはもう、安心して行っていいんじゃないか？うん、4ですね。行っちゃいましょう。誤解は何も起きないんだな。4、OK、クローズ。大丈夫か？余韻がある、からね。あ、これ来た！これ来たね！あー！はい、1階にたどり着きました。そう、あれからさ、なんもなかったんだよね、
空間の異変が。だからもうそのまま多分ほとんどカットで積んできちゃって、きちゃいましたけども。これ一回だよな。眩しいな。これもう終わりってことか？なんか、でも全てが混ざった回だ。8973-2416だって。あ、なるほどなるほど。もうこれでエンディングなんだね。いやーでもまあこのゲーム、早期アクセスゲームなんで、まあまだ開発段階なんだろうな。だからそのうち、その3階とか ?3 階、5階から下の、あ、なんだあれ、異変もあるよ、あるんだろうな、多分そのうち。5階から下の空間の異変が多分出てくると思います。なにちょっとアップデート行きたいですね。うん。なんだこれは。なんか、ちょっと8番出口っぽいところに出てきたね。え、まあ、とりあえず進んでみましょうか。はいはいはい。おー、なんだこれは。なにこれ。ええは、は、は、え、降りろってこと？これもしかして。なんかバックルーム？これ。なんかバックルームってこんな感じじゃなかったっけ？え？降りろってこと？え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 ？なんだ？あ、エンディング1！デスループ !1 分の1あって。はい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 。まあじゃあこれからも、これからさ、エンディングが追加されたりとかするんだ。なるほどなー。はい、それでは。あった。実況しました。いやー、面白いゲームですね、本当にこれ。まあね、こちらのゲーム、早期アクセスゲームなんで、まあこれからどんどん面白くなると思います。それでは、また次回、このゲームのね、アップデートを願って終わりにしたいと思います。それじゃ、また次回の動画で。バイバイ！